マルサホビー動画チャンネル3月9日、ラジコン再入荷品のご紹介で、えー、長らく切れてました、こういう強商の、えー、完成レディーセット、フェアリディー Z をはじめ、えーえー、待望の再入荷品が多数入荷してますので、ご紹介します、えー、まず、再入荷品のトップバッターですね、強商のフェザーマーク2のフェアリディ、えー 240Z、えー、完成品の、えー、入荷になります。 もう定番中の定番で、渡辺のマグホイル付つけた、あのーえー、完成品のレディーセットで、このようにあのフェザーのシャフト四輪駆動の、えー、ものがついていて、えー、送信機、受信機とかついてます、完全セットになります。あとは走行はバッテリー充電器だけ用意していただければ、すぐに走行ができます。もうデディスプレイモデルと間違えるくくらいの出来が良くてですね、あのー 店頭で買われた方の後でこでどうですかって伺うともったいなくて飾りに使ってるってくらいの、あのー、クオリティになりますので、えー、こちらの方は開封動画をして、あのー、以前にアップしてますので詳しくはそちらの方を見ていただくと分かるんですけれども一応あの初めて見た方のために少し中身をご覧に入れるとこのようにもうあの完成品で、えー、オーバーフェンダーからフェンダーミラー、あのー えとワイパーのところまであの非常にきれいにできていて確かに走らせる円はもったいないくらいの完成品の、えー、ともう永遠の定番商品になってますのですこちらも、えー、再入荷品の人気の商品のハイテックの A170 エクスプローラーですねこちらは、えー、ジェット旅客機の タイプになってましてダグネットファンの、えー、プロペラも短く着たタイプのジェット機のあのーえー、エンジンのモデルになってますね。でこちらもあのーえー、送信機付きの完成機で、えー、レディーセットになってますのであの手に持つ送信機の単3電池用本があればバッテリー充電器も USB の充電器もついてますのであのそのまま飛行ができる。あのー 完全レディーセットになってます。こちらの方も、えー、以前、あのー、詳しく中の開封動画もしてますんで是非そちらの方も参照してください。非常によく飛ぶ、あのー、スケール機でなかなかこういうものが、あのー、他のメーカーで取り添ってないものですから、あのー、すごく目立って大人の方の、あのー、購入がすごく目立ちます。 次は部品になります。こちらは、強硝のファントム用の CRC2 の、えー、ボディですね。ファントムのボディで、えー、こちらの方が定番中の定番で、ファントム持ってる人は必ず必要になります。もうバディあの、ボディがバンパン代わりになりますので、これはやっぱりスピアも必要な商品ですね。であと,、えー、と、いろんなパーツが入ってます。こちらは、 ハイテックの7.4ボルト2200リポですね。で、コネクタは t 型になってます。で、これは何のために使うかって言うとですね。ハイテックの完成品の送信機付きのレディーセットの、えー、ブラシレスブラシのあのバギーがあるんですけれども、そちらのスペアのバッテリーになりますね。 高性能を維持する,にするのにやっぱり7.4ボルトの、えーバ,ンあのー、バギーなんですけれどもサイズが小さいものですからこのサイズになりますねでこれはやっぱりスペア欲しいところだものですからよくこれが人気あって出てますでハイテックの同じシリーズでさらに小さいこういうバッテリーもありますこれは7.4ボルト 400mAh でさらに小さい、あのー、シリーズのスペアバッテリーになります やっぱりこれはもうスペースの問題でこれしか使えないもんですからあのぜひスペアあのバッテリーとして必要なものが再入荷いたしました。であとあの最近はあの、えー、とラジコンエンジンカーとかやるときにあの部品とかもなかなか入ってこないもんですからいろいろそういうのも取り揃えています。 これは燃料フィルターで他のメーカーのでは出てますけれども飛行機ものまあこのフィルター部分が小さいんですねあのこれは1 8分の110分の1も使えますけれども大容量じゃないとあの車の場合あの供給が間に合わない時があるのでこれは あの8分の1のインファーノからその10分の1にまで至って下に取り付けのステーなんかもついてますんで非常に使いやすいあの燃料の通りがいいいざという時はあのゴミを止めるあのおすすめのエンジンカーやってる人は必要な燃料フィルターです。でででああと、えー、とだいたいエンジンジカーやってる人なんかだとですねあの えー、エアフィルターが必要なんですね。でなかなか今エアフィルターを扱っているところも少ないもんですからこれはあの10分の1のサイズのエアクリーナーでこの光景が小さいタイプになります。ですからあの、えー、と昔のエンジンカーとか大事に持っている人がいらっしゃいますけど10分の1はだいたいこれで大丈夫です。ただし今の12エンジンの OS の 12TR とかは光景が大きいもんですからあのここのあの サイズでですね1 10 1分のも2種類あると思ってくださいレース用のタイプはかなり光景が大きいのもありますのでそれはこれは使いませんですから昔のピアテンとかスーパーテンとかあのタミヤの T g、M、1ンマーク1マーク2なんかはこれで大丈夫のサイズになっていますでも必ず心配でしたらここの光景はあの見た方がいいですねで合わせてこの光景で間に合わない場合はその上のクラスですねこれはエアクリーナーセットの強調の8分の1のインファーノとかに使います このように光景が大きいもんですから10クラスでも OS の12のレース用なんかはこのサイズになりますのでこれはなぜこれプラスチックの形をしているかというと8分、ね、の1のエンジンカーなんかは雨の時もレースやりますんであのでプラスチックのフィルターがついているんですねこの中にスポンジが入っています。ですからゴミ、えー、なんかも駐車場レーサーの人もなんか。 とかあとはバギーなんかだと土のほこりとかをこれを完全にガードしますんであのでおすすめのエアフィルターで、あのー、キャブレターのところにエアフィルターがないとエンジン壊れてしまいますので先ほどのエアクリーナーとこちらのエアクリーナーエンジンに合わせてお使いください。でこれはあのー、割と地味なんですけれども。 エンジンのプラグの充電式のタイプをあのポケットブースターとかを充電する、えー、家庭用のだいたい一晩型の充電器になります、あのー、汎用のタイプで充電をするタイプもあるんですけれども家庭用でただつなげて、あのーえー、確認のランプもついてますんで、あので、ー、イージーにある場合はこれが必要になりますね地味ですけどあの必要な、あのー、充電器ですであとこちらがハイテックの、えー 単4電池のニッケル水素になります、えー、ともう目的はズバリあのミニツレーサー用ですねで単4のこのタイプであの強小のオプションでも出てますけれども、あのー、こっちの X パワーの R スペックっていうと、えー、こちらの方が速いっていう口コミで言う方もいらっしゃいますのでこちらの方もご用意してありますもちろん強小の方のオプションも用意してありますのでこの辺はちょっと試してみたいところですねであと これはエンジンカーとかやる人に必要ですけれども受信機があの電池ケースになります。このコネクターになりますので双葉とかの,あの、えー、通常のタイプで、あのー、今エンジンカーっていうと,、えー、と充電器の方にあのこあ送信機のセットにこれ付いてませんからこれは何かしらサーブのニュートラル出しとかいざという時にバッテリーが間に合わない時とか必ず必要なものなもんですからエンジンカーやる方で双葉の送信機持ってる人はこの電池ホルダーが 必要なものですねあとはえー、っとですね変わったところだとこれがハイテックのボディーピンになります。でこれサイズがすごく小さいんですね。あのというのはハイテックはあの小さいモデルがありますのでその小さいモデル用の小さいボディーピンです。普通のボディーピンだとちょっとあの使えないときがあるものですから、えー、特別にこういう小さいものなんかも置いてあります。 であと双、えー、葉の、えー、フックバンド黒ですねこれはあの手に持つ送信機能をあのこの一応、えー、要はあの落としたりとかする防止用のフックバンドです落としてからでは遅いものですから双、えー、葉の送信機持ってる人は是非つけといた方が、えー、いいですねであとはこれはちょっと特殊ですけど えーとシリコンのオーリングでなかなか 2mm ってないもんですからこういう 2mm のオーリングなんかもあの入ってまいりましたあの適材適所でこういうのも必要ですねでこういうのも扱ってますマルツホビアボートも扱ってますんでこのアルミのスクリューの、えー、444D44P1.4 ってことは直径が 4cm4mm で 角度が1.4の角度がついているっていうアルミのスクリューですね。これはオプションのののボートもになります、えー、こちらは続きまして、あのミニッツの AWD 用の,用の、えー、四輪駆動用のですねフロントワンウェイユニットになります。あのー A、ミニッツの AWD のタイプだとですね。あのー ドリフトがほとんどの人が多いもんですからドリフトやるときにはこれがあると、えー、非常に効果的でなぜ効果的かっていうとですねあのパワー入れると4輪駆動パワーをポンと抜いてあげるとあのお尻が滑るようにあの2、えー、輪駆動になりますのであのドリフトのきっかけを作るにはこのワンウェイを割るとあの非常にお尻が流しやすくなります。ですからあのー えー、ノーマルが前後のギアデフなもんですからカーブに行ってあの遅くなるんですね。でそれでパワーをかけてやると外側に膨らんでしまうんですね。であのイメージ通りにドリフトをやるときにはきっかけが必要なもんですからドリフトのタイヤはあのミニツレーサーはもう1種類しかありませんのでそれであの運動を起こすにはこれでるあの コーナーリングの,あの入る手前にこれでチョンとスロットルを戻してあげるとお尻がこうやってパッと滑りますんであので非常にドリフトなんかにはすごくあの、えー、有効です。でこれは前の方のギアケースの中のギアデプトを取り替えます。でグリップの場合はですねこれをつけるとあの狭いサーキットとかテクニカルに向きを積極的に変えたりとかあのしたり時に使いますので。 この辺はお好みがありますけれども、えー、サーキットの中でタイムを縮めるというような時にも有効になりますですからグリップドリフトともあの使用方法で変わってきますけれども、あのー、ドリフトはあのお尻を振りやすくなるあのグリップの方はあのタイトに曲げることができるということで、えー、AWD を持っている人はあのこちらをつけてやるとあのかなりあの操作性が変わりますので ぜひお持ちの方は試してみてはいかがでしょうか。で、こちらは、えー、と同じくミニツレーサーの AWD 用の DWS 用アルミダンパーボールですね。何のために使うかというと a w d 四駆ですね。この DWS という,ようなダブ WS ボンサスペンションセットの模様に使うオプションのアルミボール、ダンパーボールになりますので。あの ダブルシボンサスペンションというセットがあるんですね。そちらにするとあのー、サスペンションのあのー、性能が飛躍的にアップするんですけれども、簡単にドリフトしたい人はあのー、それを使わないで通常の版になりますけど、AWD を、えー、使うとですねホールベースすごく長く取れたりとかしますので、そちらオプションで入れる場合の人用のさらにオプションのアルミのダンパーボールで。あのー 動きがあの精度が上がるタイプで結構人気があるタイプですね。で AWD 用でこれはあの同じく今日あのその AWD 用の,あのリアダブルシボンサスペンション用の、えー、部品になります。で、あのー、それの 0.5mm ス,スプリングスペーサーって言いましてあのサスペンションの,あの、えー、動きを、あのー えー、微調整したい時にこれを使いますあの,このスペーサーなんですけどなかなかあのあの繊細な 0.5mm のスペーサーですからあのミニツレーサーというサイズがすごく小さいんでこういうのであのスペーサーを入れるだけでもう硬さが違ってきますんであのダブルシボンサスペンションを使っててもうちょっとセットを深くしたいななんていう人なんかにはあの有効なパーツになりますね。なかなかかバラでこのサイズ で0 5ミリというのはないもんですからあの w DWS あの d、WS、ですねダブル指紋サスペンションを使っている人はあのぜひ一緒に持ちたいあのオプションパーツの,あの一つになります。であとこちらが、えーとえー、ミーツのその AWD 用のあのフロントスプリングセットの、えー、オプションのパーツになります。これは あのソフトミディアムハードって色で分けてありますんであのでその硬い柔らかいというのがあります。でこれとは別にあの、えー、と基本の,あのオプションのやつだと、えー、硬いのがあるんですけれどもそれより柔らかいタイプになりますのでセッティングの幅を広げる時にあの現場ですとタイヤがまず一つなんですね。でその次にこのスプリングで見ます。でミーーツレーサーの場合は あの車体が小さくて軽いもんですからあのいかにサスペンションを柔らかく動かすかってことがあの走行にすごくかかってきますんであのオプションのスプリングをつけて柔らかめにセットするとあの走りが1ランク上になりますのでその差は結構あります。で是非セッティングでまあ、3つレーサーですとテーブルの上でセットして足元ですぐ試せますんでその効果は試してみたいただくとあの えー、かななりり有効になりますねあの最近の人なんかでしたらあのミーツレーサーので、えー、よくネットで検索してあの情報だけはいいんですけれどもやっぱり自分で体験するということはすごく差がありますのであのこちらの方で1つ変えてみて動かしてみてどうか1つ変えてみて動かしてどうかであの動きはあのかなり姿勢が変わりますのでそういうのをまあ面倒くさいという人もいるんですけれどもあの メーカーさんの方でいろいろスプリング用意してあるのはそれだけあの対応が必要なあのものということですね特にあのミーツの場合はサスペンション関係があの車重が軽いものですからやわらかく動かしたものがちっていうところもありますんで同じものでも差ができるのでえとこれが差をつける一歩のスプリングになりますねであとちょっと番外編なんですけどこういうふうに タミヤのカスタマーサービスの、えー、パーツであの、このように、えー、とあのキットについている、えー、こういうホイールとかですねあのバラで売っているとあの、えー、キット純正だとキット用の,あのホイールというのがありますから、このようにメッキのホイールですね、こういう、えー、タイプの、えー、変わったメッキのホイールとか、こういう黄色いタイプのでとか。 でこういうようなあのカスタマーでしか取れないようなあのパーツなんかもあの扱ってます。ですから、あと、あのー、えっ、ー、とですね、さすがのタミヤでも、あのー、ラジコンの部、えーあのー、タミヤでも、あのー、多数出てる部品を100%、あのーえー、通常の商品として扱ってるわけではないありません。あのー えー、使用頻度が低いのはあのこのようにカスタマーサービス扱いになりますですからあの通常特別注文品になりますであの頼めば在庫があればすぐ入ってまいりますんであのでご要ただければ承まりますんであので覚えておいてくださいであの要望が多いタイプはあの通常の待てないっていう人のためにあの置いとくものもあります 今日入ってきたのは、えー、DF03 のシャーシとか、えー、これのバ電池の蓋とか、えー、TT02 のスクリューピンとかあとはあのこの辺の、えーえー、タムテックギアのランチボックス用とかあとこの辺がミンのタイプのメッキのホイールですね非常にレトロ調のやつと えとこの辺がやっぱその指定、ご指定とかあったりとかするんですけれども、あの、なかなか個人でメッキできませんから、このようなキットの、えー、純正のものが欲しいっていう声も受け止まりましたんで、このように入ったりともしてます。えー、で、えー、っと、そうですね、あのー、やっぱりどうしても気に入った車体ですと、あのー、えー、 何かしらの、えー、壊れたりとかしますのであの愛着のあるタイプはですね壊れそうなところはやっぱり多少あのスペアを持ってた方があのよろしいと思います。何百円の,のパーツでも壊れるとそこでストップになっちゃいますのでせっかくあの楽しみにされててあの走行するときに。えー あの皆さんドライバーとメカニコが兼ねてますからあの一度作ったことがあったりとかするとあの手軽にならせますんであので愛着のある車の場合はぜひスペアは持っていた方がよろしいと思います。こういういのも扱ってます、ねえっと、本日はこのようにあの人気の再入荷品あのしばらく長期欠品してたもの珍しいものとかも再入荷になってます、ねで。またあの 入荷とかございましたら、その時にあの逐一アップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。合わせてマルソンホビーでは、ジャサイト、ヤフーショッピング、アマゾン等であの通信販売も受けたってますんで、そちらのご用命もお待ちしてます。いつもご清聴ありがとうございます。